スタートしました。先行争い横一線の中から3番フラワーハートがまず飛び出します。これを追って6番サグレス、12番タマモエスカルゴ、間8番コスモエルデスト、4頭広がりました。オーツと16番フリュクティドールと先段5頭、そのインコースに1番フォーエバーモアがつけました。中段やや後ろから上がっていった13番ファンファーレ、あるいは15番アラマサ黒船、3コーナーカーブ、先行グループの後ろに10番クリノコマチがつけて残り 1000m 切りました。中段インコース4番タカラジャンヌ、14番デスティニーラブ、18番高光スズランが続いて2番ミュゼリトルガール、後方5頭は2馬身差、9番マユキは後方5番手グループ並んで5番西の道しるべ、あと7番チュロが行って後方2番手11番コスモマイルール、最後方17番デサフィナード、4コーナーのカーブに向かいます。先頭6番サグレスです。600を切ってリードは4分の3から1馬身。8番コスモエルデストが2番手で4コーナーから直線。3番手16番のフリュクティドールが2番手に接近。その後15番アラマサ黒船も2番手グループの一角、400を切ってこれから坂を登って横に広がってきた。その後外に出して1番フォーエバーモアが前の4頭にじわじわと接近していく。その後方グループから2番ミュゼリトルガール、叩いて13番ファンファーレ、大外からは14番デスティニーラブで坂を登り切ってあと200。先頭変わった1番フォーエバーモアが先頭に変わる。食い下がる15番アラマサ黒船、外から5番西の道しるべ、連れて2番ミュゼリトルガールが追って2番手争いの一角、1番フォーエバーモア先頭でゴリ、2着5番西の道しるべ、3着争い2番ミュゼリトルガールか15番アラマサ黒船か。